どうもお世話になっております、ハムロのガンプラ製作です。はい、今回はガンダムフィックスフィギュレーションナンバー25クスイガンダムです。はい、こちらはパーツの乾燥によりペーネロペーへの組み替えが可能となっています。まあ、新しく買ってきたわけではなく、自宅にあったものですが、今月ガンプラでペーネロペーが発売されることですし、レビューしてみようと思います。さて、こちらは2005年5月に発売されたものです。税抜きで5500円の商品となります。はい、いつ買ったかまではね、記憶にありませんが、ヨドバシの値札が貼ってありますので、まだ家電量販店のおもちゃ売り場に GFF のシリーズが並んでいた頃に買ったものなので、まあ相当昔だとは思います。透明のパッケージですので、 GFF にありがちな、塗装のはみ出しだったりパーツの歪みなんかもね、よくよくチェックして当時買っているはずなので、比較的状態の良いものだと思われます。はい、こちらですが、クスイガンダムをパッケージから出して今なおディスプレイしていますが、ペーネロペーのパーツに関しては当時からノータッチだったようです。はい、まあ今回はね、もちろんペーネロペーへの感想も行います。はい、こちらがクスイガンダムですね。はい、ではですね、箱裏にクスイガンダムの解説がありますので、そちらを読み上げていきます。 RX-105 クスイガンダムはアナハイムエレクトロニクスが開発した機体で、反地球連邦政府組織秘密結社マフティへ秘密裏に供給された。ミノフスキークラフトとファンネルミサイルの搭載が特徴のモビルスーツである。ミノフスキークラフトは赤力で飛行を実現する浮遊システムであり、装置の稼働時に機体周辺に発生するフィールドが整流効果を発揮するため、加速性能は良好である。反体制組織の機体であるため詳細は不明だが、そのクスイガンダムという名はかつてアムロレイが最後に使用したニューガンダムを継承するという意思表示であるという。はい、ショルダーアーマーの形状を変更して飛行形態への変更も可能となります。手順としてはビームサーベルを寝かせる、前後のショルダーアーマーの差し替えで完了となります。はい、それではペーネロペーへ組み替えようと思います。一通り外装を剥がしまして、ご覧いただいているのがクスイとペーネロペー共通の素体ということになります。はい、こちらにね、ペーネロペーのパーツを乾燥していきます。さあ、それでは引き続き箱裏の解説、続きましてはペーネロペーについてです。 RX-104FF ペーネロペーはキル形態旧金バレー隊の新司令官ケネス・スレッグ大佐、後に准将が月面基地で開発を担当していたモビルスーツであり、過激化するマフティの相当任務とするキンバレー隊の増強のためテストパイロットのレーンエイムを伴い配備された。原型はアナハイムエレクトロニクスによる RX-104 オデュッセウスガンダムであると言われ、フライトユニットを固定装備とする FF タイプフィックスドフライトユニットタイプがペーネロペーと呼ばれる。当時の標準的なサイズより一回り大きい程度の機体でありながら、モビルスーツ形態のまま空中戦が可能。重力下では従来型のビット兵器が使用不能なため、代替武装として高精度のピンポイント攻撃が可能なサイコミューミサイルを装備している。
はい、ということで組み替えが完了しています。説明書を紛失していまして、まあ、ネットで調べたりなど個人的にはかなり感想には苦労しましたが、実際の手順はそこまで複雑ではなくとても簡単なものです。ただ、ボールジョイントの使用箇所が多く、まあ、その抜き差しにはかなり気を使いました。力をねかけすぎて ABS みたいにもろっと折れてしまうんじゃないかと、ヒヤヒヤしつつ、まあ、無理に奥まで差し込まなくても固定される場所については甘めに差し込むなど恐る恐る対応をしました。はい、こちらのアイテムはコーションマークやマーキングがプリントされていて、塗装や墨入れが施されています。可動域は非常に狭く、ほとんどポーズは取れませんから、まあ立ち姿をね、めでるようなアイテムだと思います。はい、ペーネロペーについてはフライトユニットを外して、フライトユニットとオデュッセウスガンダムに分離が可能となっています。はい、オデュッセウスガンダムの再現についてはフライトユニットのパーツを一通り外しまして、腰部のジョイントパーツと肩関節を差し替えるだけで OK となります。フライトユニット単体でディスプレイするためには、ペーネロペーから外したパーツを一部組み替える必要があります。腰部、胸部、頭部上の装甲をペーネロペーの時とは別の位置へ差し替えます。はい、その際ペーネロペーの時に頭部後ろにあったパーツが余剰パーツとなります。腰部、胸部、頭部上の装甲を差し替えた後、ショルダーアーマーをペーネロペーの時と同じ場所に組み込みます。はい、脚部については追加のジョイントパーツを使って肩板と足裏の装甲をひとまとめにします。はい、そして最後に左右の脚部装甲をスタビライザーの根元部分に差し込んで、ペーネロペーから分離したフライトユニットは完成となります。はい、オデュッセウスガンダムとフライトユニットについてですが、どちらも原作小説には未登場とのことです。はい、クスイ用、ペーネロペー用、それぞれビームライフルが付属しています。ビームサーベルとサーベルエフェクトが付属します。クスイ用のビームサーベルとペーネロペー用のビームユニットのエフェクトが付属しています。はい、ハンドパーツは握り拳、サーベル用の持ち手がそれぞれ左右、トリガーに指をかけるタイプの銃の持ち手が右、以上が付属しています。ディスプレイ用のスタンドが付属しています。はい、可動はご覧の通りで、肘、膝が90度ほど曲がる程度です。股関節も人間の大腿部のような、関節構造ですが、ほぼ太ももの持ち上げなどはできません。はい、GFF はノンスケールで144分の1スケール相当のものが多いですが、このアイテムに関してはまさにノンスケールで、前後その他の GFF に近いサイズ感に合わせているものと思われます。
はい、ということで以上ガンダムフィックスフィギュレーションナンバー25クスイガンダムのレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。